白いユニフォーム徳島、オレンジのユニフォームが清水エスパルス。前節は清水が名古屋と引き分け、徳島は広島に完敗、0対3で敗れました。小玉うまく体を反転、スリモリスペースへ、PK になります。杉森に対して岸本でしょうか、倒して笛が鳴りました。落ち着いていました。先制徳島ヴォルティス。武者が馬券川、今シーズン嬉しい初ゴール。はい、落ち着いてましたね。冷静に流し込みました武者が馬券川です。鳴岡運びます。滝剥がした、欲しがった千葉、右には高橋大吾、高橋大吾右足のシュート、松田が下がりました。はい、ライン際うまく突破して、このパスがね絶妙なボールになったんですけど、いやもう1回でも今みたいにボールをダッシュして相手ゴール前に迫れるかですよ、ね、はい、鈴木唯人、鈴木唯人が行く、鈴木唯人の左足、いや決定機でした。そうですね、いわゆるニアハイ、インハイですか、トップコーナーに当たりましたね。ただ狙ってきた、神谷優太、欲しかった同点ライン、神谷優太がフリーキックを沈めました。いや見事ですね、これは移籍後初ゴール、神谷優太です。この曲げながら縦回転をかけると、最終的にはネットの前に地面にボールが当たると、まあ、それぐらいにこう曲がって落ちてるってことですよ。1対1いくか、下げた、新井のクロス、ヘディングシュート、最後は馬券がです。いい形を一つ作りました。奪います、これが馬券がに渡る、馬券が狙ってきた、絶好のチャンス、馬券が狙ってきました。多くのものが見えてるというか、情報を入れた上でプレーできてるような気がしますよね。そうなんですね。さあ最後までお互いの持ち味を出しながらドローでの決着です。